彼は、誰？私が彼を殺したの。そういえば、彼も私に。けど、どうして彼は、泣きそうな顔をしているの？あの約束のせい。私があの瞬間を見届けられなかったことは、あんたにとってそんなに悲しいことだったの。あんたの目に、私は全然映っていないのに、一体何のためにそんなに悲しんでいるの？緊張しないでくれ。君は悪夢を見ただけさ。ああ、君の視力はまだ回復していない。深い眠りから目覚めた時によくあることだから、心配する必要はないよ。1時間、ああ、半時もすれば、君の体は健康な状態に戻るだろう。その前に、この時代の基本的な情報を教えるとしよう。そうだ、僕が誰だかわかるかい？心当たりがあるならうなずいてみてくれ。よし、まあ急に体を動かさなくてもいい。徐々に感覚が戻ってくるだろう。さて、本題に戻ろう。今日は西暦2017年5月。ああ、すまない。こういう表現は君を困らせるだけだったね。言い方を変えよう。今は君が眠ってから520年後の時代だ。ああ、なんて鬱陶しくて明るい日だ。500年間の時の中で、こういう日は初めてだ。何しろ、世間を欺く人は、世間と同じ顔色をなさらなくては。しかし、世間の人々は、黒い雲から日差しを探すまい。古い友人に会いに行くとしよう。彼女なら、こういう天気でもご機嫌なのだろうね。
ここにいたんだね、師匠。ここの景色は最高だね。長光に教えてもらったんだ。多分自分では見つけられなかったと思うよ。もうみんなと打ち解けたようだね。さすが君だ。いつも予想を超えてくれる。ちょっと、私にエスキューバルキリーになるなんて言ってきたのは羅刹人のあんたでしょ。新しい身分に早く慣れてほしいのか、慣れてほしくないのかわからないよ。ああ、余計なお世話だったみたいだね。君が現代社会に馴染めているかどうか心配だったんだ。まあね、私たち自在門の感覚から言うと、人々の暮らしはそんなに変わってないと思うよ。電子レンジ、シャワー、水洗トイレ以外は。ただこの時代の人々は自由に生きることができる。今私が言ったように、今の世界には便利な道具がたくさんあるから、一般の人も自立して生活できているんだね。だから人と人の間に面倒なしきたりや作法がない。まあ冗談なんだけど、もし自由の基準が数日前のあんたみたいにいきなり行方不明になることだったら。痛いところをついてくるね。長光と琥珀が君の面倒を見てくれたことに免じて、多めに見てくれないか。まったく、私は早くデュランダルやリタたちと知り合いになりたいと思ってたのに。早く彼女たちと手合わせがしたいよ。リタは少し難しいかもしれないが、ビアンカは普段通りなら手合わせを拒んだりしないだろう。あんたが行方不明になっていたせいで、みんながめちゃくちゃ忙しくしている時でも、さすがにそこまで空気を読めない人にはなれないよ。あんたは帰ってきたけど、他の人たちは任務に出始めているじゃない。というか、あんたの最終計画、本当にそこまで複雑なことを行う必要があるの？どちらかといえば、そういう自己満足な方法だけが得意なんだろうね。本当に自己満足？おそらくあんたも死ぬだろうって言っていなかった。ああ、その通りだ。君も知っているだろう。僕は自分の命をそんなに気にしていない。あんた、参ったな。まあそんなことより、もっと驚いたことがあるんだ。本当に過去と現在の境界を壊していないの？今この街はあっちこっちで心霊現象だらけになっているんだけど。おや、長光はその件も教えたのか。先に言っておくが、500年前の世界を召喚してはいないよ。僕はただその情報を投影させてもらっただけさ。500年前、ここは古い戦場だった。あの開花は見えるかい？あれは過去にあった強い意識の投影だ。しかし、あれらは所詮時間が残した残滓に過ぎない。興味がなければ相手をしなくても構わないよ。